ようこそ460フォトラボラトリーへ。所長の IXE460 です。今回の動画は MacBook Pro デスクツアー2018と題して、現在の MacBook Pro の使用環境を動画にしてみたいと思います。よろしくお願いします。以前 MacBook Pro 環境改善計画という動画を出していた頃に比べると、ハードウェア的にはあまり変わっていないのですが、レイアウトがだいぶ変わりました。その理由としては、レビュー動画を作りやすい環境を作ろうということでだいぶ変えています。まず机の方なんですけど、ディノスの PC デスクを使ってます。結構物自体は古いんですけどね、幅が 1500mm、 奥行きが 600mm となってます。 PC デスクとしては奥行きがちょっと足りないですよね。あと作りとしてはすごくしっかりしているんですけど、クランプ式のモニタースタンドとか電気スタンドとかつかないのが残念なところです。気に入っているところというのはこれですよね。引き出しが3つついてて、すごく使い勝手はいいです。あと下側ですね、ちょっと暗くて見にくいんですけど、こういう風に棚があって、パソコン関係の本とか、あといろいろとソフトだったり細かいUSB ケーブルとかそういうものを収納してます。そしてですね、 Mac の方なんですけど、メインモニターは映像の CG221、 そしてサブディスプレイの方は Dell の20インチディスプレイとなってます。どちらもかなり古いですよね。でも現役で頑張ってくれてます。そしてですね、動画制作としては、まずマイクはブルーマイクロフォンのスノーボールスタジオというものを使っています。これの方はですね、週刊アスキーさんの動画の方に紹介されていたのを見て、あ、これかっこいいなと思って購入しました。あとヘッドホンなんですけど、もう今知ってる人いるかな、これですね。あ、オーディオテク、あ、わかるかな、これで。オーディオテクニカのアイクールというヘッドホンなんですけど、これ初代 iMac が出た時の便乗商品です。値段自体はそんなに高くなかったんで買ってしまいました。音自体はまあ普通ですね、値段相当という感じで、特別いいというわけでもないですし、悪いという感じもないです。そして今ですね、このキーボードとトラックボールなんですけど、最近 Bluetooth の調子が悪くって、こちら昔使ってた有線のものを使っています。キーボードの方は秋葉館のメカニカルキーボードを使ってます。昔はこのメカニカルキーボードにこだわっていたので、メカニカルキーボードを買ってました。そしてキーボードの配列なんですけど、 US キーボードを使ってます。カナ入力ではなくてローマ字入力なんで、 US キーボードを愛用してます。あとですね、前に動画を開けたことはあるんですけど、自分はマウスではなくトラックボールを愛用してます。あとです、ちょっと奥の方にこういう USB メモリーとかを置くようにしてます。この辺はね、ハードディスクとか SSD がまだ高かった頃に、ちょこまかと写真とかのデータを保存するのにジャンルごとに分けてやってたんで、こういう 4GB とか 8GB みたいな少量のものを大量に買ってました。そしてですね、今これ MacBook Pro がないんですけど、どこに置いているかというと、こちらですね、ローランドのラックマウントの中に入れてあります。こういう感じですね。ちょっと出しにくいんですけど、あー、引っかかっちゃった。よいしょ。ちょっとこの辺は改良がまだ必要なんですけど、おー、でね、どこに引っかかって、あ、これか。ちょっと出しにくいんですけど、よいしょ。こういう感じですね。もう幅がギリギリなんで、かなり難しいんですけど、こんな感じで入れてます。引き出し式ラックの方はヤマハの QX シリーズというハードウェアシーケンサー用のものをヤフオクで購入して使ってます。こんな感じでね、ケーブルにかなり無理があるんできついですよね。あと外部ストレージに関しては、シリコンパワーの 500GB の SSD を使ってます。こんな感じですね。そしてですね、あとその下段にはこんな感じです。今は使ってないんですけど、左側が初代インテル Mac mini、 そして右の方は2010年モデルの Mac mini ですね。 Core 2 Duo を搭載した最後のモデルであり、
光学ドライブを最後に搭載したモデルでもあります。そしてですね、これらをまとめた電源というのはバイアスという渡辺楽器が昔出していたプライベートブランドのパワーディストリビューターを使ってます。これもねずっと欲しかったんですけど、なかなか買おうと思った時にはもう手に入らなくなっていたのでヤフオクで購入してます。こいつの特徴はですね、 AC アダプターにも対応しているということですね。その分だいぶ使い勝手は良くなってます。そしてですね、このローランドのラックマウントの上に置いてあるのが、今使ってないんですけど、Windows 用のワイヤレスキーボードと、あと IO データのブルーレイディスクドライブですね。それから、こちらの方がネットワーク環境ですね。一番右がプロバイダーから提供してもらっている Wi-Fi ルーター。それから上のがターミナルアダプター。そして下が最近調子の悪い Apple の AirMac Extreme。 そして上のが、わかりますかね、これ懐かしいと思う人いるかもしれないですけど、プリンストンのハードウェアケースとなってます。これはですね、 Mac mini 初期の Mac mini のサイズに合わせたケースとなっています。中に入っているハードディスク自体はもう10年以上前なので、いつ壊れてもおかしくないので、新しく新調してバックアップしていきたいと思います。あとこちらの方はもうこれも珍しくなりましたね、 Wi-Fi の呼気ですね。バッファローのやつなんですけど、今はリビングに置いてあるプレイステーション3とつながってます。あとこちらがですね、オールテックの USB 端子付きの AC タップとなります。ここでね、 iPhone とか iPad を充電することはないんですけど、 Bluetooth 接続のキーボードとかトラックボールとか、あとデジカメ関係のバッテリーなんかの充電にも使ってます。あ、そうそうそう、忘れてた。はい、これでわかるかな。プリンターの方はキャノンのプリンターを使ってます。でも今はほとんどもう使うことないですね。年に1回ぐらいじゃないでしょうか。とりあえずね、買ったっていう感じですよね。もう撮った写真とかは印刷することがないんで、もう壊れたらプリンターは買わないでおこうかなと思ってます。そしてこのプリンター台の方なんですけど、これもディノスで購入したもので、さっき紹介した PC デスクと同じシリーズとなってます。上側に引き出しがついていて、この中にプリンター用紙とか取説とか入れてます。あとこれ一応引き出し、プリンター台は引き出しになっているんですけど、まあ昔のものなんで今のプリンターとはちょっと合わないんでね、使い勝手としてはあんまり良くないです。はい、いかがだったでしょうか。昔からね、 Mac を使っている人には懐かしいというものが多かったと思います。今年はね、ちょっといろいろとあってハードウェア的にはあまり新調できなかったんですけど、来年は Mac 本体も含めていろいろと新しくしていきたいと思うので、購入すればレビュー動画を上げていきたいと思いますので、もしよかったら見てやってください。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。